こちらは今やっぱりですね、実習で見えてる方がいらっしゃって、いろいろとさつまいもとかですね、里芋とかをこう育てていらっしゃるですね、実習的に育っていらっしゃる場所になります。で、ここからですね、今度道を挟んで反対側のところにやっぱりちょっと別の敷地があってですね、こちらが今度その川口の菜園クラブ実習の場所として使わせていただくような形になります。